キティカート64。こちらマリオカートの、まあパロディのゲームだよね。海外の二次創作ゲームっぽいんだけど、なんかやばいらしいんですよ。まあちょっとスタートを早速していくんですけど、なんか普通のゲームじゃない、やばい仕掛けが待っていると。てか点滅注意って書いてあったんだよな。まあ普通にシングルプレイヤーでやるか。まあ、これをマルチでやる想定は、俺は全くしていなかったからね。普通にキーボードでやるから操作感とか。待って。これでいいのか。あ、そう、これでいいんだよね。これで操作して、ドリフトって、うわ、難しいな。普通に WSD キーで、ちょっといいかな。で、これは、あ、普通に三振で目指す感じなんだよね。普通に三振目指す感じで、まあなかなか、なんというかね、なんというかこの、おもちゃチックな、アイテムとかなんかそもそもそういう存在があるのかもわかんないけど、まあ、あってほしいなとも思う。なんか遅くない？むずくねこれ。普通にごめん、ちょっと下手くそで申し訳ないんだけど、いやー、わからんのよな。いまいちなんか、買ってみたいのかな。アイテムない。え、アイテムも敵もいない。なにこれ。え？どういうこと？2周目になってなくね？おい、なんか、今おかしいと思ったんだよな。ゴールフラッグというか、なんか、一周する中継地点というか、あそこがさ、変だったんだよな。ちょ、カットしていい？これはさ、あれを踏めばいいのかな？踏めばいいというか、なんていうか。はい。え？どういうことこれ。周回カウントされないんだけど。なんか突っ込めんのこの位置。え？どこ向かえんのこれ。なにこれ？BGM 離れてるけど。あ、右にマップあんのやっと気づいたわ。え？曲も離れてるけど。え？どういうこと？落ちれるこれ。あ、落ちちゃった。落ちちゃった。え？え？は？え？いいの？合ってんの今ので。嘘でしょ？え？なんか沈んでる？どういう趣旨？全く見えてこないんだけど、これ、ついていけてるみんな。俺はね、わかんないね、正直。この上なら走ってるってこと？ドリフト繰り返すってこと？え？なんか沈んでるよね。え？もうマップもないし、でも時間は進んでんだよな。何をどう思って3周なのかが全く見えてこないんだよな。入れるこれ。入れない。え？なんかある、この、今俺がこの見えている画面にこのなんか目指すべきものがあるのか見えているのか、あれなんか動いてる？違う？なんかこれもドットだからなんかわかりにくいけど。なんかいるよね。君誰？おい、お前だよ。どうすんのこれ。乗っちゃうと沈んじゃうんだこれ。え？またカット入るぞ。あ、待った、どんどん沈んでるわ。無理じゃねこれ。そういうもん。沈んでくのが正解なんだ。正解なんだっておかしいだろ。おい、急に普通の砂漠ステージ出したとこで騙されんぞ、俺は。なんかいるぞ。なんかいるな。あれ何？突っ込める？押したがってとかになるのかな？お前。うわ！何？お前は、モチーフもわからん。なんか見られてるな、一応な。これはさ、何なのマジで。今のところ正直言うとこれはもうちょっとクソのゲーと言わせてもらってもいいんじゃないですかね、これは。だって目的がねえもん、これ。これって俺がさ、間違った道を踏み続けてるから現状こうなってるってこと？なんか正しい順序を踏まないと今こう、無限ループをさまようことになるみたいな。 BGM もなんか不安定で、なんかすごい不安にさせるような何かを感じるけどな。暗闇、おっとバグってるね。これはあれでしょ、俺のパソコン側の問題じゃないでしょ。おお、音もバグってるしかし目指す場所はないよね。あいつのとこ行く？あいつ、どこだっけ？さっきのあいつ。あ、落ちちゃった。落ちて、お前だよ。お前か？何これ？
あ、じゃあ、沈んでんのか、これ。え？いや、明らかにバグってるのはわかるんだ。バグっているし、いや、バグってるしとしか言いようがねえんだよな、BGM も止まって。俺はこのマリオカートでゴールというものを経験できるんだろうか。いや、マリオカートと呼ぶのを少々おこがましいほどのレベルだ。これは、何を見せられているのか、わからない。これはキプレイの人は、どう教えてくれ。今俺はどのぐらい進捗、どんぐらい進んでんの、これ。ちょっと、この、わかんない。この動画構成がやばいことになっている。この右上の6分半のうちにもどのぐらいこの動画が使われているかはわからないけど、とにかくやばい動画になっている、いろいろ。大丈夫なのか、これ。何すりゃいいの、これ。ああ落ちていく。やっぱ落ちていくのが正解なんだ。でもどういう条件でなったのか、正直全く分かっていない。は？うわぁ、なんか、本気出してきた感あるなぁ。ちょっと、部屋の電気暗くしますね。部屋の電気を暗くしました。これで、何かあったら、叫ばせてもらうので、その時は、よろしくお願いします。しかし、マップすらなくなったなぁ。これはなんだ？人間、キティカートのキティってな、あのキティなのかなぁ。いやー、でもなんか、なんか図形がある。なんかなー、半分なんかな、世界が惜しいんだよな、全体的にな。これはあれだか、あれか？動き続けて、いろんなものを踏むのが進む条件みたいな感じっぽくない？だって。あ、いけない。なんか、周回カウントでいけなくなるみたいな。周回カウントもねえけどな、クソもな。おう！おー、あ、行ける道を探せってことか？こんな狂った空間で？それを、やるあれじゃないよね。あ、でもあいつらの動きは止まってんねえわ。やばい、この、とんでもないゲームをやってしまってるな、俺な。降りれる、これ。あ、落ちれんじゃん！ごめん、落ちんのか、そうだよね。正解だよね。え？え？コングラチュレーション？何がだ？はあ！割ってっていいのこれ。大丈夫？本当に割ってっていいのこれ。はあ！赤ちゃんの泣き声とか、悪質すぎんだろうが。お前は何なんだ？え？お前でしょ？なんかこう特殊な風船にさ、うわぁ、なんか、嫌な鳥肌。近くを取るだけで割れる？これ。そういうわけでもない？なんか特殊な風船がさ、なんかこのあれじゃん、なんかこのなんていうの？ちょっとなんかこの、これじゃなくてさ、ちょっとよどんでんだよね。こういうの。え？違う！風船残り！ 11個！これが湧いた瞬間、何かが起きるぞ。気をつけろみんな。みんなって言ってることで自分への恐怖を緩和させようとしている。あいつはバグっていない。いや、なんか、うわ、なんか、こう、久々かも、こういう海外特有の。何が起きる？おお！あ！俺自身が割れちまった。てか、律儀にタイムカウントしてんだな。まだ終わんねえのかよ、このゲームは。なんだ。戻れないよね。いや、まあ、進むか。どういう趣旨なんだ、これは。これのゲームにストーリー性があると踏んでいいのかい。いやー。どうなっていく？このゲーム、どうなっていくんだ？すべてに予想がつかない。落ちていく。落ちた先は？なんかその、なんていうのかな、インターネットの触れちゃいけない部分みたいな。真相ウェブみたいな。ああ、その、コーン蹴れるのちょっと、いいね。もう、そんな風情を楽しむことぐらいしかできないんだよ。それすらも風情と言っていいのかわからない。そんぐらいもう本当に、謎の世界と言っていいな。これもあれでしょ？落ちるのを探せってことでしょ？だからなんかこういう道もさ、あ、行けないのか。こういうとこはちゃんと律儀に行けねえんだな。
多分こっちだ。降りてる、正解だ。もっと水のマップになった。うわー、進みに、なんか心なしか進みにくい気がする。釣りしてる、釣りしてるよこいつ。いやいや、こっちのセリフだよ。え、釣り、え、どういうことだってばよこれ一体。マジで待った、これなんか不自然じゃない、これ。これいけるでしょ。おー、行った、ここだった。だいぶさまよったぜ俺。次はなんだ、駐車場、駐車場っぽいよね。ホラーゲームとかだと駐車場は結構追われるイメージがあるけど、まあカートあるからね、追われたところで感はあるけどね。律儀にタイムだけ表示してんだよな。もうタイムとラップいる、これ。更新されることあんのこれ、ラップ2、ラップ3に。俺その未来が見えないんだよな。横行っても無限ループするだけっぽいから縦行くか。縦行きます。これまた迷いましたね。景色が一生変わらねえもん。どうすりゃいいんだろう、これ。あ？なんかあった。なんかない？これ。これ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 。行くぜー。あ、違う、矢印だ。サンキュー。ってことでいいのかな？なんか明らかに動いてる？いや、違うか。俺が動いてるか、そう見えんのか。矢印。え、これ、矢印正解だよね。どっち？こっち？何この宝探しみたいな。こういうなんか何の変哲もない、こういうね、いかにも無限ループしそうな場所で、正解の道を探していくんだよね。まだあんの？なんだ？何が待ち受ける？この終着点は何になるんだ？言って。え？矢印だ。ま、従っていくしかない。え、なにこれ？おい、これ一生ループすんじゃねえんだろうな、い。や、さすがにしないか。え？これ突然さ、バーって、驚くフラッシュみたいなの、バーン飛んできたらさ、死ぬでよ、俺。え？なんだ？これはどういうことだ？ん？なんか、落ち着け？なんか、これ謎解きだな、もうな。矢印は四方を囲ってるんだよ、明らかに。で、こう来て、あっち来て、こっち来たらこっちに誘導されるけど、でもこっちまで誘導してこっちまで行くと、あそこに矢印があるから結局、元の位置に戻されるというかな。矢印の方向にそのまま行くだけでは、解決しないっていうことっぽいんだよね。だったらどうするべきかだよな。この矢印は意味あんのか？これをループしたところで、果たして仕掛けが変わるのかって言われたら、いまいち自信がない。あ？違うか。あ！あった！え？やられた。動けない。なんだ？アクセル押せない！何かが迫っている。この、俺はこれしかできない、この、左右に動く。前から来ている。なんだ。俺を襲うもの、それは、殴られてる。シンプルに殴られてる。え、あ。え、あ。いや。マジ？え、これ何？え、これ。え？エンター押していい？閉じた。終わったってこと？このゲーム。え？もう一回起動していい？ちょっと待って。え、なんなのこのゲームマジで。ブレススタートまで来たんですけど、変わんねえわ。何すりゃいいのこれ。セッティングこれしかないしな。
戻るわ。え？え、これでいいの？終わって。え、マジで何だったのこれ。え？え、わかんない。え、何なんだろうこれ。俺には全くわかんなかった。伝えたいことあったのかよ、これ。俺全然わかんなかったよ。なーにこれ。なんなのキティカートって。なんなのこのゲームは。ああ。もうわからん。一旦閉めるか。一旦閉めて。なんかあったらちょっと報告するわ。ちょっとなかったら動画の尺ちょっと見て。あと20秒ぐらいで終わるってなってたら、もうそういうことだってことにしてください。忘れてくれていい。もうこの動画、見返さなくていいよ、もう。いや、もうそう伝える、もう、そういう動画になりました。ちょっと、いろいろ物足りない気分ですが、なんか、ごめんなさい。なんか、ごめんな。